カラーも限界ですね。もう、うん、どうしたらいいですかこれ。一回すごい、うん、あのカラー屋さんでちょっと暗めに染めてから、うん、自分で明るめのにした方がいいのかなと思って、うん、明るいのでやって、なんかこの辺すごい明るいじゃないですか。で全体的にはなんかもうちょっと明るめにしていった方がいいのかなって思ってるんですけど、うん、そうですね。なんかねここだけ今もすごい明るいし、あー、そうですか、うん、毛先が暗いですもんね。そう、うん、でもそのねブリーチとか使っちゃうとちょっとハードな感じになっちゃうんで、うん、なんか規制あります今仕事とか。何もないです。あ、そうです。はい、仕事してないんで。あ、そう。まあ毛先、まあ、根元はねある程度染めさせてもらって毛先に向かって明るくなっていくのがベストかなと思うんですけど、まあブリッジとかじゃなければまあカラーで一番明るいので持ってくるかって感じですね。ここにでもそれ塗っても多分明るくならない。そこまでは変わらないですね、やっぱ色素するとね。まあそれかブリーチとか使ってハイライトちょっと入れるかとかですね。まあ、ちょっとキャラ少し変わりますけど、キャラ、まあ、間違いなく抜けることは確かですけど ね、 ね、とにかくなんかこの今のこのすごいある違和感を、うん、なんとなくあの違和感をなくしてもらえるぐらいでいいですか。うん、ただ全体的に明るい方向に少し明るい方向に持っていきたいので。ああ、わかりました。ハイライトとか入れます？少しこう細めで入れたりとか。だいぶ影響力ありますけど、ね、影響力とは視聴力がどうしちゃったのみたいな感じになるの。どうかな、そこまで、まあ、でもそれ入れることによってその白髪との、はい、なんだろう、白髪の目立たなくなる感じなんですかね。そうですね、白髪もまあボケやすくなってくるかなと思うんですけど、ちょっと様子見ながらやっていいですか。はい、そこ、はい、とりあえず根元、まあ、根元はしっかり染めて、ね、毛先はちょっと明るくなるような感じで、はい、カットもだいぶ伸びてるんで、はい、の方がよろしいですか。そういう感じで、じゃあ、はい、はい、皆さんこんにちは、美容師の青山です。今回のゲスト様のカウンセリングお聞きいただけましたか。ゲスト様ね、根元がね明るくなって毛先が、真っ黒になってしまって、そこからご自分でもまあたまにねセルフカラーされたりとかして、私青山がよく言うパターン、毛先がどんどん暗くなってしまう、まあ、まさに逆パターンですね。根元の方が暗くなって毛先に行くにつれて明るくなる、これが一番綺麗な感じに見えます。ですが白髪染めの場合はやはり、ね、黒い色素があるので、毛先がね吸ってしまって逆のバージョンになってしまうことがあるんです。なので、私青山美容室でねカラーされるのをおすすめしてます。根元は例えば白髪染めで、毛先はおしゃれ染め、もしくはハイライトなども入れることができるので、仕上がりがね本当に自然に仕上がるというか、どうしてもやはり毛先がね暗くなってくると少し違和感が出てきて、1回でねそれが治ればいいんですけど、やはりね直していこうと思うと回数がいります。しっかり吸い込んだ色素、黒い色素はなかなか抜けてくれないので、明るいね髪の明るい髪になる、薬剤ですね、薬剤を塗布してもなかなか頑固な色素が抜けてくれません。理想の髪色になるまでに数回ね、かかってしまいます。そのあたりを、覚えておいていただくといいと思います。それでもねお悩みがあるようでしたら、美容師青山に気軽にご相談ください。ゲスト様ね、カットも気に入ってもらってて、いつも前髪流すバージョンのボブで、切らせていただいてます。特にねトップのボリュームを意識して、切ることで、どっちかというとちょっとかっこいいめのボブに、仕上がります。すごくねバランスが大事なんで、
ゲスト様いつもねこのスタイル気に入っていただいてます。やはり頭の形がよく見えるっていうのと、まあ、毛量がね軽くできるっていうのがありますよね。あと普段手節だけでも割と決まりやすい感じになると思いますので、とってもおすすめです。特にねトップにボリュームが出しやすいスタイルになるのでペタンとなりやすい方はね美容師青山に相談してください。それではゲスト様のリアルな感想をお聞きください。今日どの辺が気に入っていただきました？このボリュームがありつつも、下がシュッとしてるところが夏にさっぱりしました、ね、ありがとうございます。いいコメントで